ガーディナー・グリーン・ハバードは、アメリカ合衆国の弁護士、投資家、コミュニティリーダーである。ナショナルジオグラフィック協会の創設者、初代会長、後に、世界最大の電話会社 AT&T に発展する、ベル電話会社の創設者、初代社長であり、聴覚障害者のための講和教育の提唱者でもある。娘の一人であるメーベル・ガーディナー・ハバードは、アレクサンダー・グラハム・ベルの妻となった。 ハバードはマサチューセッツ州ボストンで生まれ、そこで育った。父はマサチューセッツ州最高裁判所判事のサミエル・ハバード、母はメアリー・グリーンである。弟は後にベル電話会社の初代秘書兼事務員となるチャールズ・ユーシス・ハバードである。ハバードはボストンの商人アーディナー・グリーンの孫である。ハバードの先祖は初期の新大陸のイギリス人入植者であり、後に ニューヨーク州となる場所に最初のイギリス人入植地を作ったライオンガーディナーである。ニューヨーク沖にはライオンガーディナーが原住民から購入したガーディナーズ島があり、今もその子孫が保有している。アンドーバーのフィリップスアカデミーに通い、1841年にダーートマス大学を卒業した。その後、ハーバード大学のハーバードロースクールで法律を学び、1843年に 弁護士資格を取得した。ハバードはまずケンブリッジに定住し、ボストンのベンジャミン・ドビンズ・カーティス法律事務所に入った。その後、ケンブリッジのインフラ整備の仕事をするようになった。ハバードは、ケンブリッジの市営水道の設立に貢献し、ケンブリッジガスカンパニーを創設し、後に、ケンブリッジ・ボストン間のトロリーバスシステムを組織した。また、マサチューセッツ収納サンプトンに、 クラークロー学校を設立する際に中心的な役割を果たした。この学校はアメリカで初の講話による老学校であり、ハバードは生涯にわたって評議員を務めた。ハバードはアメリカ合衆国郵便公社の下での電信システムの国有化を提案した。ザプロポーズドチェンジズインザテレグラフィックシステムという記事において、ハバードは 郵便制度に欠陥がないとは言っていないが、新たな弊害をもたらすことなく、現行制度の重大な弊害の多くを取り除くことができる。そして、利益のバランスを考えると、郵便制度の安価な料金、設備の充実、限定的で分割された権限に大きく勝るものであると述べた。1860年代後半、ハバードはアメリカ合衆国議会に対し、 ハバード法案とも呼ばれる合衆国郵便電信法案を通過させるよう働きかけた。この法案は郵便公社を継承する郵便電信公社を設立するものであったが法案は成立しなかった。ハバード法案により利益を得るためにハバードは一本の電信線で複数のメッセージを同時に送るなど電信技術の本質的な部分を支配する特許を必要とした。 これは音響電信と呼ばれていた。この特許を取得するために、ハバードはパートナーのトーマス・サンダースと共に、アレクサンダー・グラハム・ベルの音響電信機の実験、開発に資金を提供し、ベルの電話の発明につながった。カーティスの引退後、ハバードはワシントン DC に拠点を移し、弁護士としてさらに5年間活動を続けた。1876年には、 ユリシーズ・グラント大統領から、鉄道郵便の適正料金を決定するよう、任命され、フィラデルフィア万国博覧会の委員も務めた。ハバードは1877年7月9日、ベル電話会社を設立し、自分を、社長、トーマス・サンダースを会計係、り、ベルを主任電気技師とした。その2日後の7月11日に、娘のメーベルがベルと結婚したため、ハバードは、 ベルのギフとなった。ガーディナー・ハバードは、ベル電話会社と密接な関係にあった。ベル電話会社は、その後、ナショナルベル電話会社、アメリカンベル電話会社へと発展し、成長の過程で小さな電話会社を合併していった。アメリカンベル電話会社は、1899年末にはアメリカ電信電話会社となり、後に世界最大の電話会社となった。ハバードは、 電話を世界に広めた企業家と言われている。ハバードはエジソンスピーキングフォノグラフ社の主要な出資者だった。エジソンが蓄音機の開発を怠ったため、ハバードは娘婿のアレクサンダーグラハムベルが1881年に設立した競合会社であるボルタグラフォン社に協力した。ベルはワシントン DC にあるボルタ研究所で、いとこでチェスターベル。 光学機器製造者のチャールズ・サムナー・テンターと共に紙筒にロウを塗って記録媒体とするロ牢管を開発した。ハバードとチェスター・ベルはエジソンに合併を打診したがエジソンはこれを拒否した。その結果、ボルタ研究所協会は1886年にボルタグラフ本社の株式を後にコロンビアレコードに発展する会社に合併させた。ハバードは 1888年に創設されたナショナルジオグラフィック協会の創設者の一人であり、会長に就任して1897年まで務めた。ハバードを記念したハバードメダルは、顕著な探検、発見、研究を行った人物に対して授与されている。1883年から亡くなるまでコロンビアン大学の評議員を務めた。また、 スミソニアン博物館の評議員を務めた。エッチングやエングレービングの作品のコレクターであり、死後は追加のための基金と共にアメリカ議会図書館に寄贈された。1894年にアメリカ古美術協会の会員に選ばれた。ハバードと妻のガートルード1846年、ハバードはガートルード・マーサー・マッカーディと結婚した。ガートルードの父は、 ニューヨークの著名な実業家、ロバート・ヘンリー・マッカーディ、母は上院議員で1844年の大統領選挙の副大統領候補だったセオドア、フリーリングハイゼンの名のガートルード・マーサーリーである。弟のリチャード・アルドリッチ・マッカーディは、ニューヨーク生命保険総合会社の社長を務めていた。ガートルードとの間には、以下の6人の子供がおり、大人まで成長したのは4人だった。 次女のメーベルは、昇降熱により5歳で、耳が聞こえなくなった。その後、耳の聞こえない子供たちを教えていた、アレクサンダー・グラハームベルの生徒となり、1877年に2人は結婚した。結婚式は、ハバードの家の庭で行われた。ケンブリッジのブラッドル・ストリートにあった、ハバードの家は現存しないが、庭にあった大きなブナの木は、 2011年現在でも残っている。1897年12月11日、ハバードは郊外の別荘であるツインオークスで亡くなった。妻は1909年10月20日、ワシントン DC で交通事故により死亡した。グラハム・ベルの像とその子孫、ガートルードの娘のガートルード・ハバード・グロスマンは、1903年にツインオークスのハバード邸で、 ピーター・スタイベ・さんとピロットと結婚した。その娘のロザリー・ピロットは、1925年に、ラザファード・スタイブ・さんとの息子であるルイス・ラザフォード、スタイベ・さんとと結婚したが、息子を出産した後、1935年に、離婚した。メーベルの娘のエルシー・メーベルは、ナショナル・ジオグラフィックで有名なギルバート・ホーベー・グロスベナーと結婚した。 マリアン・ハバード・デイジー・イベルは、デビット・フェア・チャイルドと結婚した。その他に息子を二人産んでいるが、幼児期に亡くなっている。ロベルタの娘のグレース・ハバード・ベルは、セオドア・ルーズベルトのいとこであり、ロバート・ルーズベルトの息子である、ラフライダーズのグランビル・ローランド・ホーテスキューと結婚した。ガーディナー・ハバードの生涯は、エドワード・ウォーレンデーによる電気ワン、サウザンド・イヤーズ・オブ。 ハバードヒストリーに詳しく書かれている。グラハム・ベルの1939年の電気映画、科学者ベルでは、チャールズ・コバーンが、ハバードの役を演じている。1890年、アラスカ州とユーコン順州の境にある山は、ナショナルジオグラフィック協会が共催した探検隊によって、同協会の会長であるハバードにちなんでハバード山と命名された。 グリーンランドのハバード氷河は、ロバート・ピアリーがハバードにちなんで命名した。クラークロー学校のメイン校舎であるハバードホールは、ハバードの功績を称えて命名された。ありがとうございます。